小木殿の棒の手は、愛知県カス市小木田町にある正木田神社、及び木船神社の祭礼の際に奉納される、県指定の無形民俗文化財である。小木殿の棒の手とは、愛知県カス市小木田町に伝えられた棒術の演武である。流派は、源氏天竜で、八幡太郎義江を流祖とし、明治元年に、三河国吉竜内東篠の、佐々木内蔵助ゆたかだか、 佐々木家兵衛富夫から、春日井郡軍、瀬古村に伝えられ、明治21年に関田村の甲の万三郎義次と、加藤平助義平に伝えられ今日に至る。毎年10月第2日曜日に、木船神社と小木田神社で行われ、九伝を基本とするが、送伝目録等、歴史的に貴重な文献が保存されていたことから、昭和31年6月21日に、 愛知県の無形民族文化財に指定され、昭和34年12月19日には、皇居吹上御苑で、展覧演舞を行っている。厚田神宮の勝負祭、報告神社の春祭りにも奉納が続いている。境会社である、木船神社から正木田神社への行列、棒の手という名前が使用されるまでは単に、棒や、棒術と呼ばれていた。文書によれば、春日市内で、 棒の手の名称が使用され始めたのは、文政八年からとされるが、小木伝の棒の手の流派である、源氏天竜は、明治二十一年にできたとされる。言い伝えによれば、源氏天竜は、清和天皇二十一代の松江山太郎義家を、海祖都市、白木三郎兵衛、吉良三郎義康、吉良孝介之助義貞を経て、三河国吉領内登場の住人である。 佐々木内蔵介豊高と佐々木家平衛富みに送伝され、明治元年、春日井郡軍、瀬古村にある民仙道場の村瀬七郎左衛門の城吉明、立田源左衛門義輝岡田梅蔵岡田又左衛門らへと伝わった。その後、明治21年に旧関田村の河野万三郎義次と加藤平介義平に送伝され、 石と村氏神号社小木田神社の祭礼行事に奉納されて以来、今日に至ったものとされる。小木田神社境内の石表二伝の棒の手は、戦国時代末期の実践的な古武術の型を色濃く伝え、出実合健とされる。激しい打ち合いや切れのある棒裁きが特徴であり、防衛守備が主で、他の流派の実演時間が3、4分であるのに対して、 現時点流は2分が限界であるという。送電目録には172手の技が記録されている。塩を巻いて清めた場において、演者は特色のある掛け声を発しながら2、3名が1組ずつ演技を行う。棒や薙刀など様々な道具を組み合わせて定められた型を演じる。棒と棒や木刀による立ち合いを表型と呼び、刀、薙刀、槍、鎌などの 切れ物を用いるものを、裏型と呼ぶ。送電目録には100を超える技が記されているものの、今日では主に立棒、手割り振り釜、傘り新建築切れ、コップやり等の技を中心に、奉納や講演を行っている。小木伝の棒の手儀式棒合わせ、小木伝の棒の手の演武装束としては、反転、桃引き、胸当て、足袋、キャハン、鉄工、タスキ、鉢巻き、 わらじ、扇子、のぼりなどを用いる。風切りは、流派により異なる。小義伝の棒の手では、一般的には正気田神社の霧の門が、金色で染めてあるが、師範においては、赤色の下地に、金紙で龍が刺繍され、その中に、縁者の家紋が縫い取られている。小義伝の棒の手で使用する武具は、棒に限らず、槍、なぎなた、木刀、刀、長江釜、十手、 鎖釜、鞭知、傘など様々なものがある。棒の手、現時点流送伝目録は、下巻中段巻、奥の巻の天地人三巻が伝わる。棒の手の伝承方法は主に死から弟子へ口頭で伝えることが中心となっている。特に演舞などの項目は目録に書き記されているが、重要な手順の場合は、口頭で伝えている。正気打潮、現時点流 石田棒の手保存会の会員は、令和元年9月26日現在で、3歳から70代まで40人在籍している。練習木船神社の境内で、第一・三日曜の夜に行われている。小木伝の棒の手は、5年に一度一定の技能を身に、付けた会員に認定書を授けて、保存会に伝えられる巻物に名前を書き加える。 20年以上心身を鍛え技を磨いた者に、半死、10年以上の者に、連死、初めて1年以上の者に、門人の称号が名誉会長である、春日市長から与えられる。春日市内に保存会が4つあり、平成30年に市政75周年を迎えたのを、機に、4団体の若手が、棒の手活性会委員会を発足させ、 祭礼での放納以外にも年間を通して地域で演舞を披露する場を設けている。ありがとうございます。